はい、で次はガラス類をつけていくんですけれども、ガラス類をつけるのにあたってちょっと一工夫をしないとダメなんですが、このフロントガラスとリアガラスの周りのこのメッキモール、これメッキが別パーツになってるっていうので、発表時からかなり話題になってたんですけど、実はこれね塗り分けが必要なんですよね。で、要は実車の場合ゴムモールが、ゴムのモールがあって、その上にメッキのモールが貼ってあるっていう形状になってるんで、この窓枠の縁の部分は艶消しの黒なんですよ。艶消しとか半光沢の黒なんですよね。で、その上に、まあ、モールドされてるんですけど、しっかりとモールドされてるんですけど、その上にメッキのモールが乗ってるっていう形になってるので、これね一旦僕は、黒サフで塗りました。ガイアの黒サフで全面塗ってしまって、でこのメッキモールのモールドが入ってるところをこのセラミックブレードで軽くこすって塗装を剥がしていきます。薄め液をつけたね綿棒とかで軽く拭いてあげるとかでもいいと思うんですけどね。まあメッキ、もともとがメッキなんで、多少薄め液がついたところで剥がれることはないので、薄め液をつけて拭いてあげるとかでもいいんですけど、まあ、薄め液もねあんまりつけすぎちゃうとね、他の部分の塗装が剥げちゃったりとか、その残さないといけない部分の塗装が剥げちゃったりとか、まあ、メッキがちょっと曇っちゃったりとかっていうこともあるので、今回はねこうちょっと削り落とすっていう方法でちょっとやってます。まあやり方はね好きなようにやったらいいと思います。でこれカッターでやるとねメッキ気づいたりとか、メッキごと剥がれちゃったりとかっていうのもあるので、まあ、こういうセラミックブレードとかの方が多分いいんじゃないかなと思います。でまあこれガイアのね黒サフってプライマーが入ってるんですよね。プライマーが入ってるんで、ある程度メッキの上でも色がくっついてくれるのはくっついてくれるんですけど、言うてもそんなにむちゃくちゃ強いプライマーというわけではないので、あんまりね手荒に扱うと塗装が欠けちゃったりっていうことがあるので、その辺は気をつけましょう。こんな感じ、カメラ越しでわかるかな、こんな感じにしてあげたら、これを、このフロントガラスに接着してあげます。よいしょ。でこれはみ出したところを、はみ出したところをねジップオイルで拭いてってさっきまでやってたと思うんですけど、このデコプリンセスね、ジップオイルで拭くときって若干ねラッカー塗料も取れるときがあるんですよ。なんでこのメッキモールの上に黒サフ塗ってるぐらいだと、下手するとジップオイルであんまりゴシゴシこすると取れちゃうっていう可能性があるので、なるべくねつける接着剤の量は少なくして、はみ出しがなるべくないようにしてあげた方がいいかなと思うんですが、思いっきりはみ出しましたはい、はみ出しました。したら車内からはみ出したところを拭き取るしかない。ほら微妙にちょっと取れるでしょ。これをねあんまりしつこくこすると塗料が剥げちゃうので注意しましょう。よいしょ。よし。
こんな感じ、こんな感じでガラスに貼ってあげたら、これを外側からこうはめ込んで、ここにセット。あった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 、取れたか取れたか。しょ。ここを入れて。あ、で、このフロントガラスをつけるときに、ここのフロントガラスの下のこのタブの部分ですよね。ここの耳の部分、これをここで挟み込むんで、これが外せるように接着してたんですよね。ジークリアを使って。なので、今ここでこれを外してあげたら、ここでパチンとセットして、でこいつを使って押さえてあげると、こういう形で押さえてあげたら、その前に接着した方がいいか。そしたら、ここですね、ここの耳のところで接着。ここはね、もうタミヤなんで耳がしっかり、接着用の耳がちゃんと作ってあるので、サクッと接着。こっちも、これをセットして、でもうこれは固定しちゃっていいので、ここの裏の穴から接着と。よし、ここがちょっと浮いてきちゃったな、ちょっと待てよ。そしたらちょっとね、ここメッキモールがね、少しボディに押されて浮いてきちゃったので、それだけちょっと接着剤を追加で入れておく。でやっぱりね、マスキングテープで押さえるっていうのもね、あんましたくないんですよね。できればね、マスキングに持ってかれる率が非常に高いので、なのでそうだ、からマスキングで押さえるのもやり方をちゃんと考えたらいいね。でね、マスキングの裏側にね、こうやって1枚挟んであげて、こうやってね、つかないゾーンを作った上で、これで押さえてあげればマスキングに持ってかれる心配ないな。よし、こうしとこう。これとこう押さえておく。よいしょ。こんな感じ、これで押さえておいて、で、他のところもつけていきましょう。結構作業大変だなで、リアウィンドウも同じように、塗料塗装剥がしてあるので、リアウィンドウも、クリアパーツとセットにしてあげて、でこっちはね、特に接着っていう指示は、接着しないって書いてますね。接着しないって書いてるので、このまんまここに
はめ込む。本当はいいよなタミヤって。ここにパコッとセットしてあげて、でまたこの耳のところで接着。こんな感じ。よし、じゃあ次行きましょう。で次がこのサイドですね。サイドのモールをつけるんですけど、あーとちょサイドのモールをつけるんですけど、この時に、ここね、さっきまでランナーついてたと思うんですけど、このランナーを切り離してあげないとダメなんですよ。で切り離してこのメッキモールをつけるんですが、こっちの下側のゲート跡がね、若干ほんのちょっとだけだけど見えちゃうんですよね。なので、切った後にここは軽くタッチアップしてます。実際塗った色を爪楊枝でちょんと乗せて、タッチアップしておきました。で、これをここにつけてあげるんで、この窓枠のところにまたデコプリンセスをちょんちょんと。で結構ここがパチンとはまるんで、そんなにねめっちゃいっぱいつけなくてもいいと思う。ここにセットして、でこう押さえるとパチンと綺麗にはまってくれます。こんな感じで反対側も一緒、右側もちょんちょんとつけて、この辺もね、塗装の塗ってる厚み、塗膜の厚みによってはパコッとはまらない場合っていうのも十分あると思うので、この辺はね必ずはめる前にチェックをするようにしてあげてください。まあ僕もこれやる前にカメラ止めてる間にチェックしたんですけど、しておいてあげるようにしてください。それをやるとさっきみたいにここはゲート跡が出るなっていうのとかも発見できるんで、やっておきます。で、内側から、サイドガラスをセットしてあげたら、これを接着してあげる。でこれ屋根の内側はね、今これこんな感じでボディを塗った時の塗装がね吹き込んだまんまの状態になってるんですよね。でまあ車内のねルーフってあんまみんな見ないし、そんなに気にならないので、まあ、このまんまでも全然いいとは思うんですけど、まあ、もし気になるんであればね筆塗りとかでもいいので黒く塗っといてあげるといいんじゃないかなと思います。僕は後で黒色無双を塗っておきます。それぐらいで十分だと思います。でね、上から塗ってあげればこういう接着剤の跡とかも綺麗に隠れてくれるので、そうやってやっていくといいと思います。はい。であとはもうほんとこまごましたものですね。こまごましたものをベタベタつけていきましょう。これでもワックスかけたりするとき邪魔だな。はい。で、ちょっとこまごましたパーツ、このキーシリンダーとかね、ドアノブとか、この辺のこまごましたパーツを取り付けて、こんな感じになりました。これでね、ボディの方は、まあ、これで8割、9割ぐらい完成っていう感じですね。あと、まあ、ミラーつけたりとか、ワイパーつけたりっていう作業があるんですけれども、ここはちょっとね、ボディとシャーシを合体させてから、
っていう形でやろうと思ってるので、今回はちょっとやらない感じですね。でになるので、今回の作業は一旦ここで終了っていう形にしようと思います。ちょっとこう接着剤が汚い。はい。でまあ、最初に言ったように今回急いでボディをやったのは、こいつ用に作ってるサル工房ブランドのホイール、渡辺のホイールが、サンプルが製品サンプルが上がってくるっていうので急いでやったんですけど、やってる最中に組んでる最中にちょっとサンプル遅れますっていう連絡があったので、ちょっとしばらくこのまま置いとくっていう形になってしまいます。だから、ホイールを見せるのにやっぱりボディができてないと見栄えが悪いからっていうので急いで作ったんですけど、ホイールが届かないんだったらしばらくこのまま置いとく形になります。でエンジンルームの方もそのホイールのボーナスパーツとしてちょっとエンジンルームの結構重要なパーツが省略されてる重要なパーツがあるんで、ボーナスパーツでそれも入れるんで、それも一緒に上がってきこないとエンジンルームの方も完成させられない。まあそれ以外の部分だけさっきやっちゃってもいいんですけど、ちょっと動画的に微妙になるっていうのもあるので一旦ちょっとね、240ZG ちょっと連チャンで動画上げたのもあるんで一旦ここで、ちょっとまあお休み、何日かお休み、していただこうと思います。でその間に他のものの作業を進めて、でタイヤ ホイールとかのパーツが上がってきたら、それの紹介と組み付けをやって完成させるって感じでやろうと思いますんで、今回はとりあえず一旦ここまでっていう形にしようと思います。はい。というわけで、また次回ちょっと何日になるかまだ分かんないですけども、次回の動画では、タイヤホイールを組み付けてっていう感じでやっていきますので、続きが見たいと思っていただける方はですね下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録していただけると最新の更新情報など見ていただけますのでぜひよろしくお願いいたします。というわけで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。